はい、皆さんおはようございます。ちょっとさっきまで時間が乗ってたんだけど出てこなかったんで、こっち行こうか。はい、今ね10時39分。はい、早く来たんでね、まだ一番手前の方も空いてる状態なんですが、今日もアイジャグファイグに座りたいね、久しぶり。では行ってきたいと思います。楽しみましょう。はい、マイジャグ5と言ったんですけど、今思い出せば1122番台リュウ・フーフの台でこの前30回ビッグ当たってたので座ったんですけど、2万円飲まれたのでそれを見てからにしました。動画が横だったんで派手にしました。手がこれだけ空いてるのに今ティーちゃんが座ってるのか。そうか、今日平日だった。ああ、いいですね。はい、25回転ですね。こちらから行きたいと思います。一応まず5000円で入れていきたいと思います。久しぶりに座れた。まあ、あのティーチャーのおかげでこっちに運があるかもしれないんで、ただあっちが一桁で当たってたんで、あ、まあ、一桁じゃない、100以内に当たってたんで、そこがちょっと残念なところでしたけど。はい、では動画をつなげます。はい、今日の初手借りですね。よく回ってくれました。25回転が来てましたね。2000円109。よかった。残り7枚と今1枚掛けしたんで6枚、これプラス2枚使いますので、4枚残りですね。さあ、どうなるでしょうか。はい、プレミアですね。チャンスの色が赤になっております。反応はそれでちょっとここ取り損ねました。ここプレミアだったんですよ。ギザギザが点滅してくれて第3ボタンでですね、ただ撮影してたつもりが撮影できてなかったみたいで、はい、取れてますね。はい、これだけなんですけど、ちょっとメダルが全然少ないですね。今回回転がものすごく悪かった。さあ、見ていきましょう。ありがとうございます。ちょっとね、だいぶのけ取ってるんですけど、これが限界です。はい、残り4枚飛び込まれます。全然回りませんね。ここでも40枚ぐらい残して入れたかと思うんですけど、その後35回転、まあその40残したぐらいで入ったとしました。そしたらですね、380回転ぐらいも回ってくれるかなと思ったら339回転で終わりということで、回転がちょっと悪いので難しいですね。はい、3000円目いきたいと思います。まあ、一応納得いくところまで私はちょっと、まだどこも回ってないので、打っていきたいと思います。ここで引かれ、無理か、無理。はい、今日3回目のプレミアム引かれですね。早くも3回、5回目でですねあれからもう2000円入れて合計4000円か。4000円、一応これでプラスかなと思います。粘ってこれは良かったのかな。このプレミアムの後に続いてくれればいいんですけどね。次は3回もしくは繋ぎたいと思います。あとまた報告したいことがあればね、繋いでいきますけど、回転が悪いからね。やっぱ回転を長く打つにはものすごく大事ですよね。50枚で何回転回るか、1回転でも多い方がやっぱり2000回転、3000回転回していく間にはね、全然大きな差になるので、あとは私が打ちたかった EX の1122番台が空いたので、その辺も見ていきたいと思います。はい、しました。ということで、ここですね、見せたかったと思います。4000円ですね。で、ここまで結構5000円で待ってくれました。で、5000円の残りで入ってくれました。
なんと今回だけ周りが良かったですね。103まで30枚残して当たりました。当社5000円。あー、はい、このバーがですね、約850回転というバーだったんですね。初回が103だったな。これで今日7回目の光が110番です。今のだけは回転良かったんでね、今のところ通して5000円です。はい、今日5回目のプレミアムですね。やっぱり、プレミアムみたいならね、マイジャグ5かなと思います。良かった、止められてきました、助かった。これが初回私が動画撮ってると思って撮ってなかったやつですね。ありがとうございます。はい、ここに来て今日初めての3連です。3連嬉しいです。1枚掛けしております。かわれほら、おー、よかったよかった、ありがとうございます。これで一目やめすれば3000円ぐらいの価値、100まで打ってからって感じですかね。一応粘って良かった形には今の段階ではなっております。はい、今日初めてのエカルシュなんですね。143、やっぱり4年しかなかったですね。まあ、この手場所をプレミアムじゃない、これほらほら、ここで次100まで回っちゃうとマイナスですね。さあ、レンチャンを期待しましょう。このレンチャンを楽しむのが私の中のジャングラーです。楽しみます。はい、あれからですね、バーの枠に、100台で3回で100以内に1回全部ビッグだったので少しずつプラスとなっておりますが、ちょっとここでハマってしまいましたので、ペタルところが取れましたので行きましょう。レッツゴー。普通さあ、変わらんか、変わりませんね。お、また分からん、さあ、変われ、はい、変わらん、お、変わった。ありがとうございます。これで5回目のプレミアでしたね。はい、来ました。あの後ですね、ピンクが来てバーが来ての全部これプラスでしたね。で、今日は初めての4連だったので取らせていただいております。あ、プレミアム6回目来るのか。はい、 OK、 ありがとうございます。今日は初めての4連ですね。はい、一応周り見る限りは私がずっと打ってるというのもあるんですけど、一応ビッグの回数は一番上という流れですね。バッターは3番目にいいのかな、そういうふうに、マイジャグ5だけですけど、そういうふうに言っております。まさかまさか5連が来ると思いませんでしたね。あ、5連か、今日初めての5連。はい、これをね、2区分だけ全部取っていこうと思います。初めての4連から5連まで行きました。ありがとうございます。はい、6連と言いたいんですけど、すごく飲まれました。はい、6連ならうち、はい、214でママのバーでした。で、295で何でしょうね、ビッグなんでしょうかね。で、ビッグがもうこれだけ経っても550回転くらいね来てませんので、ビッグはいいんですが、さあどうでしょうか。1枚掛けしております。きつかった、6円って言いたかったんだけど、変われ。回転ビッグは来てないです。まあ、まだ今日400まで行きたいのはまってないんでね、そこまではまずかなと思ったんですけど、5000円はね、取り戻したいので、ちょっと悩みどころですよね。よかった、今日メダルできました。4回目の
ャレンジ。で、一応ここで560以上回ってるんですけど、それプラスこれで、830回転ぶりぐらいのピークとなるのか、お願いよ、もう200きつい。よかったなんとかこれだけ、もう5000円ありませんでした。やっぱりね、回転がね、このバーが当たってなくなる具合を見てみたら、すごくやっぱり回転が悪いですね。一瞬飲まれるかと思ったけど、よかったです。久しぶりだから撮ってみました。はい、あとはですね、また200まで行くかなとギリギリ198当たって2連射してくれました。じゃあ、あと1回出ればここのね、今回前の金メダルまで戻るかなと思ったんですけど、また250まで当たって今という流れですね。でもね、200が300いかないからね、そこまで打とうという気持ちにはね、なりますよね。俺がビッグがいいよ、後ろもビッグだけどさ、お願い、俺もビッグ変われ、変わらない、違う、変われ、またリプレイ、リプレイ多すぎ、よいしょ、なんでか撮影してるときは、バーが多い、はい、ちょっと電子の関係もあるんでね、つなげていきたいと思います。当たりました。あとはとですね、59でちょっと画面光らずに当ててしまいました。で、久しぶり100台で当たりました。ここも200円持ってるんですね。さあ、ここ大事ですね。100個1枚入れましょう。これ今日6回目のプレミアムに買われる、よし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 、ちょこっと打つプラスですね。まだまだ一番、チョメダル持ってた時までには足りません。さあ、次の100回転、この辺2連だけですもんね。最高の5連がもういっぱい来てくれてます、そう思ってます。来た来た来た、お久しぶりです。トラッピートラッピー、タッチ、いやー、あの後ですよ、そのままですよ。241ビッグ確定、今日6回目、こういった場合は、ブドウを狙いましょう。真ん中中段左ゲッですね。まあ、しっかりここの目をしがね、あっとかないと、こい止まったりとかした時もね、ブドウを狙って外れる場合がありますので、よかった。猫踏んじゃったか、ありがとうございます。トラッピーを信じてたら365まで来ちゃいました。でも400ね、いかないこと信じたのは良かったかなと思います。本当はね、100超えたぐらいで連チャンしなかったんでやめればよかったんですけど、トラッピーの後です。バーでしょうね。おー、よかった、バーがね、私もね、そろそろ、夕ご飯作らなければいけませんので考えていきます。はい、時間となりました。あとはですね、バーがね、70で当たってくれました。これだけ打ってね、関心取りしたいと思います。合計、4700回転回させてもらいました。最初25回転ね、回ってましたけど、はい、では換金所につなげます。はい、明るいチョコレートもらいましたね。
ということで9500円買わせていただきました。はい、今から美味しい夕ご飯を作ろうと思います。ご視聴ありがとうございました。